東条英機被告が証人台に上がる。日本がアメリカと戦争を始めた時に首相兼陸軍大臣だった彼は参謀総長も務めた。巣鴨プリズンの独房に収監された東条は自分自身の弁護のために長大な文書を作成した。東条被告、私はあなたを大将とは呼びません。すでに日本に陸軍はないからです。あなたはあらゆる国民、あらゆる国には自国の政府の在り方や自ら望む生き方、その方針の国に脅威を与えない限り決める権利があると信じていますか？または信じていましたか？もちろん私は現在でも信じています。では大東亜の人々に対して生き方を押し付ける権利を誰かがあなたに与えましたか？私はどこからも得ておりません。あなたは1941年に日本の大軍が中国の広大な地域に駐屯しているときに日中間の和平交渉を続けていたのではありませんか？そういう矛盾した状態で。一つも矛盾しておりませんが、当然続けました。あなたは内閣の一員として三国同盟に同意した当時、ヒトラーのやり方およびドイツの最近までの歴史というものについてはあまりよく知らなかったのですね。普通の人間といいますか、常識的には知っております。もちろんドイツにおいて多数行われた血の粛清や強制収容所について、三国同盟締結前、それらのことがドイツで行われていたと知っていましたか？ユダヤ民族への圧迫、これは知っておりました。しかし地動粛清やもう一つ何とか言われましたが、もちろん知りません。強制収容所です。それは知りません。ローガン弁護人。木戸被告に代わって質問します。木戸公爵が天皇の平和へのご希望に反して何か進言したという事例を一つでも覚えていますか？そういう事例はもちろんありません。私の知る限りにおいてはありません。のみならず、日本国の臣民が陛下のご意思に反してかれこれするということはありえぬことであります。いわんや日本の高官においては。あなたは今の答えがどういう意味を持つか分かっていますか？日本人は誰も天皇に逆らって何かをなすことはないという証言。それは戦争を始めたことも天皇の意思に従ったものだったのかという疑問を引き起こした。